よいしょ。はい、皆さんこんにちは、高橋です。今回この動画見ていただきありがとうございます。ですね、まあなんか最近すごく気温が急に上がってですね、まあ、非常に困ったんですよ。特にこういう、なんていうんですか、部屋とかで弓を置いてるとってそうなんですけども、まあ弓って結構温度とかに弱かったりするんですよ。弓の鳴りが変わったりとかするんですね。例えばこの竹弓とかもそうなんですけども、竹弓って特にこれ気をつけていただきたいのがですね、年齢がすごく上がってる場合、まあ、例えばこれ新しく弓買いましたって言った時に、誰かから譲ってもらった弓っていうのは結構使いこなすのって結構大変なんですよ。でこれちょっと僕は九州からちょっと取り寄せた弓なんですけども、最初の鳴りとかですね、 あるいはその弓具屋さんとかですごく詳しい方であれば、上の鳴りが強くなりすぎるとか、下の鳴りが弱くなっちゃうとか強くなっちゃうとか、まあそういったことをですね、結構なんて言ったらいいんですか、最初に聞いておくと結構いいですね。例えば同じ弓であってもですね、この弓は同じ銘柄であってもなんかその鳴りが強くなりすぎるっていうのと、下が強くなりすぎるとか、そういう特徴を持ってる竹っていうのがあるんですよ。でその竹っていうのはいくら銘柄が同じでも最初の素材選びでですね、その上の部分が強くなりやすかったりとか、下の部分が強くなりやすかったりとかするんですね。で同じ弓の銘柄持ってるんですよ。例えば僕、柴田勘十郎って方が、まあ、柴田勘十郎さん、まあ、弓師としてすごく尊敬している方なんですけども、彼らが使って弓師さん その弓もそうですね、柴田さんが作っている弓っていうのはですね、まあ、非常に引きやすいと。ただ結構気をつけなきゃいけないのはですね、取り扱いを間違えると割れやすいというような感じですね。で一方、まあ、例えばこの弓とか九州の弓、まあ、熊本の弓なんですけども、熊本の弓っていうのはな結構最初からこう借りてですね、割とこう割れたこととかないんですよ。割れたことがないんで、そういうのがあるからいいなと思って。ちなみに柴田さんの弓は結構僕割ったことがあって、で、これが不思議なことにですね、割れる弓ってあるんですよ。バキッて割れて、あ、やべえと思って、で、こう、また修理出したりとかするんですけど、例えばなんか別でもらった柴田勘十郎さんの弓とかあるとするじゃないですか。で、柴田勘十郎さんの弓とか、例えば2目で作ってる弓と合成で弓で作ってる弓って、実は割りやすさとか引きやすさって全然違うんですよ。でこれも結構古い弓なんですけども、この古い弓ももともとはどういう形状の弓だったのかなっていうのを想像するんですよね。もともとその弓の形状としてどんな弓の形をしてたのかなっていうのをですね、想像すると結構、あ、これもしかして鳴りってこのぐらいの広さが最初だったのかなとか、もしかしたらここは下がこのぐらいだったのかなって想像するとですね、形っていうのがですね、どういう風な形に戻っていきやすいのかとかっていうのが想像つくんですよ。で、なるべくそこからですね、下手な感じでいじらないようにするとですね、割れにくいというのが、まあ、経験してよく分かったことなんですね。まあ、例えば、弓をですね、こうやってねじったりとかすると、まあ、非常に割れやすいっていう風に柴田さんからのアドバイスを受けたんですけど、まあ、あれもそうですね。あ、もう本当そうです。だから、あまりそういうことはしないようにした方がいいですね。で、他にですね、弓によってはですね、そばきの弓の素材が違うっていうのもあったりするんですよ。なんか例えばこれだったら、長野一水って弓なんですけど、長野一水は黄色の弓ですよね。だけど例えばこういう弓になったりすると、こういう弓になったりすると、こう茶色色になってるじゃないですか。これによってちょっと違うんですよ、鳴りが変わると。弓っていうのは、そばきの色が違うと、それだけで結構硬さとか、まあそういうことが結構変わったりするんですよね。だからそういう意味も込めてですね、弓っていうのは素材選びとか、まあ、そういうことを考えていった方が、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。さあ、まあ、今日は何のお話をするかというとですね、まあ、なんか急に弓の話になってしまったんですけども、何かっていうと、今日は正しい方向に行ってるかどうかわからない。で悩まれる方っているんですよ。で正しい方向に行ってるかどうかがよくわからないっていうふうに言うのってどういうことかというと、具体的に例えば私でいろんな弓道関係者に会ってですね、弓を引いた経験があるんですね。まあ今も弓を引いてるんですけども、その時に新しく知り合ってですね、まあちょっと弓引きませんかみたいな感じになって、まあ、弓引きます。そしたらよく言われるのは、
どう練習したらいいか分かんない。そう、練習の仕方が分かんない。あるいは練習したとしても、その自分が正しい方向に行ってるかどうかが分からないっていうふうに悩むんですね。で、今日はそれでなんで悩むのかっていうのをですね、理由が2つ あるんでそれを具体的にお話ししたいと思います。で、後半ですね、そういうふうに悩んでしまいましたってなった時にですね、どうやって対策をしなきゃいけないのかっていうことについて、詳しくお話をしていきたいと思います。で、正しい方向に行ってるかどうかっていうのは、いわゆる弓を引いていてですね、例えば弓道の世界って弓を引いてなんか尺星かかりましたとか、弓引いてなんか的に当たりませんとか、弓引いてなんか弾が取れませんとか、いろんな悩み事があると思うんですけども、そういう例えばなんかすごく的にたくさん当たってですね、弾とかもなんかどんどん上がってですね、で、なんか弓引いてても特になんか尺星がついてないって言ったら、なんか正しい方向に行ってるように思いますよね。で、それに対してですね、なんか的に当たってもないし、なんかこう形はすごく、射形はすごく綺麗なんだけど、なんか実際やってみたら、なんか的全然当たってないとか、あるいは的に当たってるけど、なんか離れが緩んでるって周りから言われてて、要するになんかちゃんとなんか自分でやっている実感がないっていうふうに言って悩んでる人って多いんですよね。で、そうやって悩むんですけども、その悩みっていうのは、なんで起こってしまうのかって言ったら、その2つ大きな原因があるんですけども、正確に言ったら3つですかね。3つ原因があるんですけども、そういった悩みが起こるとですね、問題が起こってしまうんですよ。で、その問題をこういくつか書いていこうかなと思います。で、これはどういうその調査のもとでやったかっていうと、今まで私500人以上弓道関係者に会ってきたんですね。500人以上弓道関係者に会ってきて、47都道府県あるとすると、20都道府県ぐらいかな。20都道府県以上の弓道家に会ってきてですね、その全国のその弓道関係の事情であったりとか、弓道の先生の事情であったりとか、あるいは各地域の弓道ってどういうふうに教わっているか、手の内とかどういうふうに教わってるかとか、全部情報を持ってるわけですよ。で、実際にそれで教わってる代表とかですね、例えば私ってこう会を開いてるんですけども、その弓道の稽古、仲間と集まってこう一緒に稽古するんですけども、その稽古でやるときに、今日は何々県の誰それさんはなんかこういう先生にこういう手の内を教わりましたとかって言うんですよね。で、例えばそういうのってなんか文献で調べてみたら、なんか吉田農庵の手の内の会の部分の説明の教えの働きのところから、なんか多分言葉を取り間違えてこういうふうに教えてんだなとかっていうふうなことを解説したりとかするわけですよ。そういうふうにですね、全国の弓道関係者に会うとですね、一番圧倒的に多かった質問、講談社と人間関係で悩んでるっていうのは、なんか別の動画でお話ししたことがあると思うんですけども、これも結構多いです。正しい方向に行ってるかよく分かんないんだよね。なんか弓に出て、なんか私が形が綺麗とは言われるけど、なんか的に当たるわけでもないし、なんか貝とかも持てないし、なんか正しい方向に行ってるのか分かんない、どうしたらいいですかって悩み事が言われるんですよ。で、その時の対策っていうか、その解決策ですよね。解決策を、その前半はですね、なんでこういうふうな正しい方向に行ってるかよく分かんねえっていうふうな悩みに陥ってしまうかっていう理由についてちょっとお話ししていきたいと思います。で、後半はですね、それに対する具体的な改善方法っていうのをお話ししていくんですけども、まずですね、正しい方向に行ってるかどうかわからない。これは、目標の持ち方ですね。目標の持ち方をですね、間違えると、この正しい方向に行ってるかどうかがわからなくなるんですよ。で、よく、弓道って、大きく開いてですね、弓を引いてですね、なんかこの神殿を耕すというか、人生を豊かになるようなとか、シャーする人生とかなんかよく言われるんですけども、それが正しい方向に行ってるって仮定するならば、なんか弓引いてて、なんかもうモヤモヤしてどうしたらいいかよくわかんないって思ってる状態って、多分正しい方向に行ってないんですよ。多分ですね。本人が正しい、それがモヤモヤしてることが、弓道でなんかモヤモヤしてムラムラするのが正しい方向に行ってる可能性があるみたいな感じで思ってればですね、それはきっと正しい方向じゃないかなっていうふうに思います。でも私は実際にですね、結構こういうふうに悩まれる人って結構いるんですよ。よく考えすぎちゃう人、こう正しい、私ってこのまま練習してていいのかなと、なんか全然上手くなってる実感がない、
でよく言われるんですけども、このうまくなってる実感がないかどうかっていうふうにこう悩んじゃうっていうのは、なんで悩んじゃうかっていうと、目標の持ち方が悪いっていうことが起こるんですよ。例えばあなたが思っていることと実際に目指しているものってずれてる可能性ってあるんですよ。で、私はもうはっきり言うんですけど、正しい方向に行ってるかどうかは分かんない。それはきっと目標の持ち方が段とか的中にとらわれすぎてるからじゃないですかっていうのがまず一つなんですよ。まあ、あるいは射形、まあ、これがあるんですけども、なんか異様に射形気にしすぎたりですね、あるいは段を取ることに躍起になってしまったり、的中を求めすぎてしまうとですね、もう正しい方向に行ってるかどうかが分かんなくなります。で、的中に関して言ったらですね、例えば高校生でですよ、高校とか大学でですね、的中を求められる時代ね、こう的中を求められる学生給料なら全然的中を目指してもいいんですよ。3年間しかないんでいいんですけども、でも社会人で10年とか20年あるわけじゃないですか。私学生から給料やって15年とか やってきたんですよ。で、大学の4年間とか、大学の4年と高校の3年間こう指引いてきたんですけど、でも結局それ以降って ずっと結局社会人続けて弓引いてて、もう今社会人で弓を引いていた年数と学生で弓やってた年数って足し合わせるとですね、結局社会人の方が多いんですよ。ということは的中をめっちゃ求められる時っていうのは実はものすごく少ないんですよ。で、的中がたくさん取ればですね喜ばれる、その学生給料、それはいいんですよ。今聞いてる人たちですね、正しい方向に行ってるかわかんねえと。例えば大学生で、いやなんかうまいって言われるけど的当たんないんだよね。ね。じゃあ的、とにかくさ、手っ取り早く当てるようにしましょうと。私の場合は教えるんですけども、だけどこれが例えば社会人とか、なんかこの、社会人になってから給料を始めましたって言って、なんかこう指引いてると、まあ結局どうやったら、なんか自分が正しい方向に行ってるかどうかが、やっぱわかんないわけですよ。わかんないと。で、どうしたらいいかって言った時に、まあ悩みで僕のとこ来るんですけども、大体そこで、なんで悩んでるかって言ったら、この二つにとらわれすぎてるってことがあるんですよ。で、なんでかって言ったら、今の弓道の世界で、まあなんとなくですよ。なんとなく言われてるのが、段をたくさん取ればですね、なんか弓道が上手くなるとか、なんか的中率が高いとですね、それはなんか正しい射ができてるっていう、なんとなくの価値観があるからなんですよ。で、それは、はっきり言いますけども、それは幻想です。それは幻想です。別に段をたくさん取ったからって別に技術は上がりません。逆に教えてほしいです。僕めっちゃお金払うんで、なんかもうその段で受かったらですね、例えばここに置いてある弓の特性とかが全部わかるっていうんだったら僕はそこにお金払います。でも実際どうですかって言うと、じゃあ例えばここに置いてある弓は桑原さん。例えばここに置いてある弓は柴田勘十郎さん。で、ここに置いてあるやつが、甲子って言って弓の名前で、で、ここが甲子なんですけども、この4つの弓がどこがどう近くてですね、どういう雇いが違ってですね、夏になったらどっちの弓がどうなりが変わって、冬になったらどっちがどうなりが変わるのかっていうのを具体的に説明していただいて、で、その上で手の内の整え方とか弓の引き方とか、第3とか引き分けのその引きやすさっていうのはどこでどう生まれるかっていうのを具体的に説明してもらっていいですかっていうことを、説明できますかって話なんですよ。その段がたくさん上がったからって言って、じゃあなんかこういう深い内容がわかるかっていうと別にわかるわけでもないし、じゃあ例えば段がたくさん上がったら的中率上がるかって言ったら、別に高校生とかで初二段とかで、もっと言ったら僕の高校で昔ボイちゃんっていう友達がいるんですけど、そのボイちゃんってこう無段でめっちゃ的中率高かったんですよ。まあ回も早かったんですけどね、回が早くてすごくいい子だったんですけども、まあ一緒に何回か帰ったことがあるんですけど、すっごいいい子でめっちゃ給料上手かったんですよ。でもその子的中率高いけど、別にそれ段が高いから的中率高かったかっていうとそうでもないんですよ。で、そういう話なんですね。だから多分目標の持ち方を間違えている。だから多分なんとなくですよ、例えばこういう正しい方向に行ってるかどうかわかんないんですよねって言ってやろうとすると、大体射形をきれいに見せようと思って弓引くんですよ。で、なんでそうやってゆっくりやったりなんかこうやろうとするんですかって言うと、いやそうしないと先生に怒られるからって言われるんですよ。で、まずそれが問題なんですよ。多分その教わってる先生にこうしないと段が取れないとか、こうやるのが今の弓道連盟のそのなんか教えだとか、こういう風に やると形がいいとかなんとかって言われるんですよ。まず一旦それをやめてください。一旦やめてください。正しい方向に行けるかどうかっていうのは、先生の言われた通りにやって正しい方向に行ったら誰も苦労しないんです。誰も苦労しません。
で、これもはっきり書いてあるんですけども、正しい方向に行けるかどうかっていうのを自分で考えられるかどうかなんですよ。自分で考えて弓を引くっていうことができるかどうかなんですね。これができないとですね、まあいつまでもですね、先生の言われた通りにやってですね、なんかそのレベルを上げていくかって言ったら結構それは難しくてですね、それは目標の持ち方を一旦変えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、例えば、あなたが今例えば2段を持ってるでしょ。じゃあ頑張ってとりあえず3段ぐらいまで取って、3段取ったらもう終わりしましょうと。で、あるいは例えば5段持ってて、今練習受けてるんですよって言ったら、まあ5段ぐらい取ったらいいんじゃないですかっていう風になったりとか、一旦その目標の持ち方っていうのを変えてあげると、正しい方向に行ってないな、どうしようかなってもやもや悩んでる。なんか的に当たっても素直に喜べない。的に当たらなかったらなお喜べない。で、なんか綺麗にやったとしても、先生に褒められても当たらない。で、的に当たっても今は心がこもってないからとかって言われて、なんか充実感が持てない。弓道って達成感が持てない。っていう方がですね、なっちゃってる病気っていうのは、弾と的中にめっちゃとらわれてる。なんだろう、なんか弓道の世界って、当てるではなくて当たるとか、なんかその、当て者にとらわれてはうんたらとかって言われたりとかするんですよ。で、そのためになんか形を整えてやろうとかってなんか頑張ってんだけど、実際はめっちゃ当てたいんですよ。で、なんでめっちゃ当てたいかっていうと、だって弾を取ったらみんなに喜ばれるじゃないですか。みんなに怒られるし、例えば僕って3段なんですよ。で、僕例えば3段じゃないですか。でも、例えば4段とかがあったら高橋大地よりも1個上になるんですよ。で、これが人に、その上に上がった人にしかわからない優越感っていうのをやっぱりどうしても与えちゃうんですよね。で、そういうのがなんとなく憧れっていうか、ないから欲しくなっちゃうんですよ。ないから欲しくなって努力するんですけども、結局その努力って、商談審査を受けて、めっちゃなんか頑張んなきゃいけないし、形も綺麗にしなきゃいけないし、礼儀正しくしなきゃいけないし、綺麗に形を整えなきゃいけないし、しなきゃいけないことがどんどん増えるんですよ。しなきゃいけないことをどんどん増えれば増えるほど何が行われるかっていうと、要するに、商談審査で求められる形の綺麗さとかってとかしてもらう、してやらなければいけないことがどんどん増えていって、自分で考えて弓を引こうっていう習慣がどんどん減ってしまうんですよ。その結果どうなるかっていうと、正しい方向に行けてないってことなんですよ。だからそれを一回やめましょうっていうのがまず一つと、で、もう一つがですね、何かっていうと、実は最近ですね、非常にいい傾向だなと思うのがですね、一緒に弓引いてる人がいるんですけども、その日本弓道連盟という大きな組織があるんですね。そこからもう脱退してですね、自分で化け上がって練習してるとか人とかだいぶ増えてきてですね、まあこれは結構いい兆候だと思ってるんですね。で、本来の弓道ってそうなんですよ。本来の弓道はですね、別になんか的が置いてあるところにですね、狙い目を定めてですね、角み利かせうんたらとか語る競技でもなく、そのなんか弾をたくさん取ってうんたらとかする必要もなく、昔は薪わらを置いて何本も練習して体を鍛える目的でやってたんですね。で、そういう意味で目標の持ち方を一回捨てるとですね、もう人間関係とかあらゆるところから全部解放されてですね、弓の練習にすごく集中できるという風になるんですね。で、さらに、まあ僕みたいな仲間と一緒にですね、練習するとですね、でも結局そういう人たちって、諦めた人たちって無断で諦めてるわけじゃなくて、ある程度段を取ってやめるわけですよ。で、僕はそれ結構正解だと思ってるんですよ。だから、捨てるのは結構いい選択肢だなと思うんですけども、二つ目はですね、この目標の変え方。この目標の変え方が分かんないとですね、残念ながらですね、また結局いくら弾と的中っていうものを捨てたとしても、また結局元に戻ってしまうってことなんですよ。例えばなんですけども、この弾と的中っていうのなんかとらわれすぎたらいろいろストレスがかかる、先生にもいろいろ言われる、指摘をされる、どうしたらいいか分かんないと思った時に、俺もうやめるわみたいな感じでやめたとするじゃないですか。で、一人でやろうとするじゃないですか。自分で考えてやろうとする、そこまではいいんだけども、次にどうするかというと、じゃあ具体的に何をどうやってやっていけば弓が引けるかが分かんない。そう、自分で考えるところまで分かったけど、なんか例えば一人でですよ、体育館に行ってですね、弓を引いてやったとしても、なんかつまんない。で、そしたら結局どうなるかっていうと、結局日本弓道連盟のやっている、まあ、協会であったりとか、まあそういうところに入ったりとかするんですよ。で、そこで入ってるってやっぱりここにとらわれちゃって。で、二つ目はですね、目標の変え方が分からないとなってしまう。っていうことがありました。つまり、一回弾とか的中を捨てたとしても、結局、一人でできないから元戻っちゃう。
あのなんか例えて言うと会社員が嫌だから満員電車が嫌だからって言って独立したんだけど売り上げが出なくて結局またサラリーマンに戻るみたいな感じなんですよ。要するに目標の変え方がわからないっていうことなんですね。だから目標の変え方っていうのはあのこれ結構重要でですね、何が重要かって言ったらですね、まず今の弓道の世界でなんとなく言われてる価値観ってやっぱりなんかたくさんダウン取ってて形が綺麗で的中率が高いっていうのがあのなんか正社に行ってるとかこの人は弓道が達者であるとかあのそういうふうに言われる風潮がなんとなくあるんですけども、まずはそれが幻想だと思ってほしいんですね。あの本当になんかたくさんダウンを取ってですよ、でさらに形も綺麗ですよ、なんかそこそこ的中率が高いです、うんすごいですよ、すごいですけど、それが果たしてなんで全てって説明できんの、これがなんで全てなのかっていうのを説明できる人がいるんだったら教えてほしいんですね。でこれなんで僕はそんなこと言ってるかっていうと、こういった価値観っていうのは戦後からです、できてるのはいろいろ調べた結果分かったことが全部戦後なんですね。で、それをまあ例えば後半とかでは教えていくんですけど、まあ、前半の分では何がお話をしたいかっていうとですね、あの結局今の弓道の世界でですよ、例えばまあバレエでいうところの、まあ、あるいはマラソンでいうところのサブ3を目指したいと、なんかすごいいい記録を狙いたいと思っても例えばできなかったとするじゃないですか。そしたらどうするかって言ったら普通にランニングを楽しむだけのサークルみたいなところがあるわけですよ。マラソン終わった後のビールを楽しむ会みたいなのがあるわけですよ。でそこに入るとどうなるかっていうと、そこにいる人たちってみんな記録も狙わないし、なんかシリアスな考えを持ってる人がいないので居心地がいいわけですよ。そうするとそこにいて結局ランニングを楽しむことができるというふうになるんですね。だけど弓道はどうかっていうと、弓道って何かっていうと一人でやろうと思うとまず結構リスクあるんですよ。何がリスクあるかっていうと、まあ僕は普通に今一人でやってるんですけども、あの何がリスクあるかっていうと、まあ例えばあのダウンを取るのもやめて、的中を全部捨てて俺はもう一人にやるんだって言ってやったとします。で体育館行って一人でやって全然当たらなくなるとするじゃないですか。めっちゃ怖くなるんですよ。で怖くなるからどうなるかっていうと、やっぱり誰かに見てもらわないといけないと思ってまた入り直すってことになるんですよ。そしたら元戻っちゃうんですよ。結局ダウンを取らないとなんか正しい方向に行けてないんじゃないかとか、的中しないとなんか自分が練習した回が達成感が出てないんじゃないかって思い込みやすいんですよ。二つ目は仕組みの問題です。システムの問題です。で弓道の世界って実はそんな世界ではないんですよ。あの的中率を求めて技術向上、的中あの段が高いからって言ってなんかレベルが上がってる下がってる、この人の技術の上達レベルはこっちの方が上でこっちが下なんてことは推し量るのは難しいです。あの本当にそういうのが本当に寸分だが数値化できるんだったらぜひ教えてほしいです。僕はあの例えばここにある弓、あの全種類貸してあげますんで、なんかどこの弓がどう違うのか、その京都の弓と九州の弓と何がどう違ってどういう違いが出るのかとかっていうのを具体的に説明できるんであればぜひ説明してほしいんですね。その技術の上達レベルの度合いっていうのが上がれば上がるほどこういう弓の微妙な違いっていうのも分かります。弓をこうやってやった時にこうやって鳴り見るじゃないですか。こうやって鳴りをこうやって見ると思うんですけども、こうやってこう鳴りを見せると思うんですけど、例えばこの鳴りってあの九州の弓とあの京都の弓と微妙に違うとこがあるけどこれが何なのかとかあのすぐ説明できるはずです。はい。だけどこれがですね、あの例えば昔の弓道みたいにですね、あの個人で道場をやっててですね、あの自分の理論みたいなのを立ち上げてですね、あの人を集めてみたいですね、そういう風な弓道家がもしいればですね、そういうところに入ってですね、まあ一つの価値観にとらわれず別の価値観に入ってですね、そこで目標を立てるってことがなんとなくできたんですけども、今はあのそうじゃないんですよ。もう日本弓道連盟っていうのがすごくでかい組織になっちゃってて、もうどこ行っても日本弓道連盟の協会しかないみたいなことがないんですか、ないっていう状況なんですよ。まあなんかの弓道の同好会とかなんかそういうのが増えていってですね、あのそういうところに入っちゃえばいいんですけども、結局こう変えようと思って外は出てみたものの、結局俺何がしたいんだっけって思ったらやっぱり人がたくさんいるところにやっぱり行かないといけないっていう風になるんですね。まあ例えばこの目標の変え方の具体的な方法はですね、例えば東京の場合ですよ。東京の場合はどうしたらいいかって言ったら、あの今ツイッターとかインスタグラム見るとですね、あの弓道で何て言うんですか、そういう弓道連盟とかあのそういうところに属さなくて、あの弓道の会をやってる人たちとかって結構いるんですよ。例えばそういうところに行ってあの弟子入りというかそこに仲間に入れてもらってですね、弓を引く時間を確保する。
でそうするとですね、もうそこに周りにいる人たちってもうみんな商談審査とか的中とか全然何も考えないでやってるわけですよ。でそういうところに触れると何が起こるかっていうと、あ、なんだ、段なんか取らなくたって別になんか弓を気持ちよく引くことって可能なんだなと思ったと、それだけで満足になるんですよ。でそうするとその人って正しい方向に行ってるかどうかわかんねえって悩むことがなくなるんですよ。だけどこれが致命的なのが、例えばそういう会がない場合、そういう会がなくてですね、いざなんか究極のところ出たとしてもなんかどうしたらいいかわかんなくて結局戻っちゃう場合、これは一番痛いです。これが一番痛いです。だから何にしてでもね、付き合う人間っていうのを誰にするかっていうのを、ちょっとすいません、付き合う人間を誰にした方がいいのかっていうのはすごく考えられた方がいいかなというふうに思いますね。ちょっと水を飲みます。いやー本当そうですよ、付き合う人間変えるっていうのはすごく重要でですね、どのぐらい重要かって言ってですね、めっちゃ重要で、例えば僕の場合だったら、僕霊師の先生とか教師の先生とか今まで20人ぐらいの先生に教わったんですね。この15年間で20人ぐらい教わったんですけども、全然上手くならなかったんですよ。なんで上手くならなかったかっていうと、まあ、彼らはダメ出ししかできないんですよ。要はなんか君は練習不足だとかって今まで会ったこともないのに言われるんですよ。でそういう風に言われるからダメなとこ直しても結局ダメなんですよ。で僕本当によく分かりました、それの原因が。ちょっとバラなく言います。なんでダメかっていうとですね、やっぱダメ出しでは上手くならないんですよ、弓道って。これで目標の変え方が分かんないっていうのは要は指導者ですよね。結局うまくやろうと思ってもですね、昔一番最初に植え付けられた指導者の価値観っていうのから全然脱却できてなくてですね、結局その最初に教わった指導者の考えをもとに一人でやっちゃうから結局できなくなっちゃうんですよ。でそれで戻ってしまう、これが一番きついですよね。非常に大変だと思います。はい。でそういう場合はどうするかっていうと、やっぱ付き合う人を変えるっていうのをやるのが大事かなと思うんですよ。で例えば僕の場合だったり、まあね、15人とか20人ぐらいの電子の先生や教師の先生ですね、お前はここがダメだとかあっちがダメだとかいろんなとこダメ出しして全部直したんですけど結局うまくならなかったんですよ。でそれで ある道場に行ってですね、そこの道場は商談審査を1回も受けたことがない先生がいらっしゃってですね、でその先生が何かって言ったら、昔の古文の弓道の古文の本っていうのを、まあ、めちゃくちゃ読んでですね、どういうふうに体を使えばいいかとかっていうのをすごく詳しく知ってですね、まあ、僕はそこで勉強の仕方からなんか掛けの使い方から弓の使い方とか弓の知識とか、まあ、さっき言った鳴のうんたらかんたらとか何から何まで全部教えてもらったわけですよ。でそうしたら何が起こったかっていうと、僕今まで高校大学とかって的中率 80% を超えたことってほとんどなかったんですよ。ほとんどない。3年間やって僕海中が出たのが週2回ぐらいなんですよ、高校で。大学生で海中出たことっていうのもほんと数えるぐらいしかないんじゃないですかね。4本全部当たった、そくったことほぼないですね、ほとんどないんですよ。でそのぐらいほとんどなくてですね、ほとんどなかった自分がですね、社会人に入ってですね、まあ当然ですけども社会人に入って、まあ結局教わる人がいないまま一人でやったって全然うまくならないんで、まあ結局弓道連盟に入ったわけですよ。でも弓道連盟に入ってもやっぱうまくならなくて、もうやめようかなと思った時に、まあちょっとそういう道場があるぜっていうことで、まあ教えてもらって、そしてその道場に行ったらですね、分かったことが何かっていうと、あ、教わる先生変わったら、もう弓道ってすぐうまくなるのね、ははーみたいな感じだったんですよ。もう半年で一気に的中率が8万超えたんですよ。で長野一水ですよね。長野一水。長野一水はね、その時的中率を 80% 出してる身、まあ今持ってるんですけども、そうなんですよ。でさ、ただそういう専門的な勉強するとですね、まあみんな誰も行き着くんですけども、これって
要は15キロぐらいの弓でずっとやってたら、まあそこそこの的中率って常にキープできんじゃねみたいな感じになってくると面白くなくなってくるんですよ。で面白くなくなってくるからどうするかっていうと、じゃあ例えばこれが25キロの弓とかでも同じことできるのかな、30キロの弓でも同じことができるのかなっていう風になって、要するに体がうまく使えてくると結果的にも強い弓っていうのが引けるようになってくるんですよ。でそういうことを学ぶとですね、何が起こるかっていうと、別にもう誰に教わらなくたって俺は一人でできるんだっていう自信がつくんですよね。でそこの自信を教えてくれたのが、まあ、その先生なんですよね。で結局その15人とか20人のその教師とか練師と言われる先生、まあ藩士にも会ったことあるんですけども、そういう先生が教えてくれる内容っていうのはもう段の取り方だけです。段の取り方だけ、段の取り方をどういう風に取ったらいいですかっていうことは教えてくれますけども、基本的な例えば弓の形状がどうかとか、掛けの形状がどうかとか、弓の引き方をどうしたらいいのかとか、打ち起こしがどういう風にすると脇の下の筋肉を張って一番押せる角度がどこかとか、そんなの教えられないんですよ。そんなの教えられなくて、でむしろ僕っていうのはそういう情報を全部ですね、実際に会った人たちには全部お話ししてるんですね。でそうすると何が起こるかっていうと、そういう人たちも自分で勉強できるようになるんですよ。でそしたらいいですよね。だって結局弓道って段なんか取ったって別に技術なんか上がるわけじゃないんですよ。だってその審査員のその商談審査の取り方と取るために必要ななんか射形とか学んだって、別になんかそれが矢が早く飛ばせて的中率が高くなって威力が上がって体に負担がないような引き方だって証明できてればいいと思うんですけど、別にそういう証明がされてないもののなんか弓の引き方なんか学んだってなんか意味あんのって、まあ話になるわけです。で結局例えばですよ、例えばこれはもう実際にあった話なんですけども、例えば五段審査とか練習五段審査とかになったら講習会を受けなきゃダメなんですよ。例えばその講習会って一体いくらするんですかって話になったら、まあ例えば高いやつになったら万とかかかるわけですよ。だけど例えばその万とかで教わる内容って何なのって言ったら、例えば今話言ったようなね、九州の弓と京都の弓で何が違ってどういうふうに扱わなければいけないですかっていうのは、例えば僕の場合だったらもう高校生が払えるような小遣いでそんなの全部教えちゃうんですよ。だけどそんなことも教えてくれないんですよ。これは僕が実際に練習団体の人とか五段の人とかが中央審査の前にですね、講習会を行った時の話を聞いた話を実際に聞いたことあるんですけども、全然教わってる内容だからそんなレベルなんか教えてくれないですよ。そういうレベルは誰かから教わるんじゃなくて自分たちでやって、自分で本当に調べて竹の形状から何まで、例えばさっきあの別の動画でもお話ししたと思うんですけども、別の動画で伊勢貞武って方がいて、教本2巻の症状雑記と安西随筆って本出してるんですけど、そこの本を読んだらですね、京都の木っていうのはどういう特徴で、九州の木っていうのはどういうところで取ってるかとかっていう、そういう文章もあるんです。そういう文章を読んでですね、この木っていうのはこういう特徴があるんだなとかっていうのを、その気温の差とか、地形の差とか、風の流れとか、そういうのを見てですね、どういう木になりやすいのかっていうのを想像しながら、それで弓を引くわけですね。そうやって弓を引くと何が起こるかっていうと、弓の引き方をどういうふうにしなきゃいけないかっていうのを考えなきゃいけないし、例えば、グラスファイバーの弓と竹の弓ってなんとなく違うって分かりますよね。これ分かりますよね。九州の弓と京都の弓も引きやすさ全然違うんですよ。もうこれ例えば一目瞭然です。実際に使ったら分かるんですけども、京都の弓と九州の弓って違うんですよ。だから何が変わるかっていうと、体を自分で動かさなきゃダメなんですよね。使い方を変えなきゃいけないんですよね。だけどそういう風に昔はやってたんですよ。昔の人っていうのは、例えば矢にしてもそうです。黒足の矢にしてもそうですけども、羽がこういうふうにあったとき、羽があったときに、羽の付き方っていうのは一つ一つ羽は違うんです。それが違うと何が変わるかっていうと、矢をこうやって付けたときの、この出来上がりの完成の仕上がりっていうのが変わるんですよ。だけどそこで矢師さんっていうのはうまくですね、まっすぐに飛ばすように、多少の風の抵抗っていうのが多少ずれたとしてもまっすぐになるような矢を作るんです。しかし、あえてそうしない矢もあるんですよ。つまりどういうことかって言ったら、風の抵抗がちょっと起こっただけでブレてしまうような矢をあえて作るっていうこともあるんですよ。なんでそういう風にするかっていうと、要するに風の抵抗が変な風になってるのは、なんで変な風になってるかっていうと、放った時の右拳がちゃんと出てないから変に矢がねじっちゃうんですよ。だけど例えばここを頑丈な長所の空気抵抗が起こったとしても、ちゃんと矢をまっすぐに保ってくれるような矢であればですよ、多少右手の狂いがあったとしてもまっすぐ飛ぶんですよ。例えば今弓具屋さんで出してるアルミシャフトの弓とかっていうのは、多少の狂いがあってもですね、硬い合成のものであれば、そういうふうに曲がりにくいんですけども、例えばその羽っていうのもちゃんと選べばそういうことできるんですけども、
をあえてそういう風にやらない山なんですね。だけど日本人はそこでどうやって考えてたかっていうとですね、よくそういう問題が起こるから問題の起こらない 矢であったり弓を使いましょうって考えるんですよ、普通の西洋のアメリカ式に考えると。だけどそうなっちゃうと複雑に体を使おうっていう深い思考になれないので、日本人はどうするかっていうと、複雑な道具をいかに自分の体をアジャストしてですね、変えていってですね、あの弓を使うかっていうふうに価値を置くんです。だから昔の弓道家っていうのはつるねっていうのも大事にしてたんですよ。そのつるねとかもその弓とかも影とかもなんか一見別々のことを言ってるように思うかもしれませんが、今の僕の話を言ってる内容ってなんか全然別のことを言ってるように思うかもしれませんが、実は勉強してみると自然の成り立ちとか日本の歴史とか人間がどういうことを考えてきたか、日本人が特に何を大切にしてあの寺子を作ったり江戸幕府の商売をやったりとかっていうのを調べるとですね、実は全部一貫していてですね、あのそこの文化っていうのは非常に面白いなと思ってるんですよね。で外国の人は日本人のこういう文化を触れるとですね、あの例えば私って英語ちょっとしか喋れないんですけど、そういうことを頑張ってですね、日本語じゃなくて英語で頑張って喋ろうとするとですね、外国人って結構伝わるんですよ。でそういうこともあるんですね。だから指導者っていうのはすごく大事です。あのどれだけなんかすごい偉いと言われてる先生に20人になろうが30人になろうが40人になろうが、あなたの目標の変え方が変わらなければ今言ったような話っていうのは何も勉強できないんです。付き合う人間を変えてください。付き合う人間を変えられないと、あの結局いくら自分で変えようって頑張っても結局一人で意固地になっちゃって、結局また断と的中を求めてしまうような、あ弓道家に結局戻ってまた結局正しい方向に行ってるか分かんなくなってしまうってことなんですね。で3番目なんですけども、これはまあ結構シンプルな理由で、要するに弓の引き方です。で弓の引き方なんですけども、実はですねこれも結構問題だったんですよ。正しい方向に行ってるかどうか分かんないで悩んじゃってる人っていうのはどうかって言ったら、弓の引き方を1個しかやらない。もうこれが致命傷ですよね。1個しかやんなかったら不安でしょうがないじゃん。まあなんか例えて言うとですよ、水泳で俺犬かき早いから犬かきで自由形出て勝負するわって言ってるようなもんです。でもやっぱり犬かきは勝てないんですよ。クロールとかそういうもんのに比べたら圧倒的に効率悪いです。あのトライアスロンで犬かきでですね、あの29分とかで 1.5 キロ泳ぎ切ってる人とかいたらちょっと教えてほしいぐらいなんですけども、あの弓の引き方をですね、なんかよく今の世界では形を整えてとか綺麗に引けばとかって言われるせいで、なんかやけに力が入るのも拒むし、肩が上がっちゃうと注意されるし、力んじゃうと怒られるしって言って、何か一つすごく答えみたいなのがあって、聖者みたいなのがあって、その聖者に近づけようって頑張るんで、みんな一個のことしかやらないんですよ。で、一個のことしかやりません。で、私がお話しするんですけども、この1個しかやらないと正しい方向に行ってるかなんか絶対分かんないです。あのいろんな弓の引き方をやってください。いろんな弓の引き方を試してください。それこそ今までその打ち起こしの高さとか胃構えの位置とか胴作りの状態とか姿勢の取り方とか、もうそういったとこ全部書いてください。で例えば私の場合だったら、まあそのセミナーの動画とかですね、セミナーっていうかそのみんなで一緒に稽古してる時の弓手方とかをまあ教えたりするんですよ。で例えばこの YouTube の無料の動画とかでもですね、あの僕が実際に弓引いてるところの動画も確か2つか3つぐらいあるんですよ。2つか3つぐらいあって、あの弓の引き方って全部違ってるんですよ、僕の意識の中では。あのみんな同じような弓の引き方やってるかと思いきや、実はそうではなくて、実は私が頭の中で考えてる意識って同じなんですよ。で、もう絵で描くとですね、もう、順口瞭然なんですけども、ね、こういうふうに弓引いてますよね。で、そこで私は質問するんです。胴作りの時には何意識してます？引き分けの時には何意識してます？って言われた時に、例えば僕、引き分けで意識することって、13個ぐらいあるんですよ。手の内とか弓の押す角度とかその時の力の状態とか胴作りとか全部、あここが悪かったから俺今弾けなかったのねって注意しなきゃいけないとか13個ぐらいあるんですよ。で正しい方向に行ってるかどうか分かんないって言ってる人って大体この時に
何も考えてません。いや、とりあえずなんかこう両肩の線うんたら左右対称を意識して1個か2個ぐらいしか出ないんですよ。でこれがもうまさに今の弓道の今の教育の問題なんですけども、みんななんかこういうさっきの見抜き方の変え目標の変え方もそうですし、例えば目標の持ち方でもそうですけども、目標の持ち方と変え方っていうのをみんな間違ってるんですよ。目標の持ち方と変え方が自分のことしか考えてないような目標を持っちゃうんで、こういう話ができないんですよ。例えば僕って弓道の目標なんですかって言ったら、僕はまあ毎日ストレスなく弓引くことと人のために弓を教えることができれば、もうそれで満足なんですよ。もうなんかまあ100本引いて全部当たんなくても全然いいですし、例えば商談審査なんかもう受かんなくても何でもいいんですよ。そんなことよりも目の前で悩んでる人たちをどうやったら喜んでくれるかなみたいな感じで、なんか本とか読んで、ここの本にこう書いてあるからこうやってやる方がいいんじゃないとかって言って、それにうまくいったらいいわけじゃないですか。そしたらその人が今まで悩んでてもう弓道を辞めそうになった一歩手前で、例えば僕が救ったことになるわけじゃないですか。そしたらその人がやる気を出して商談審査を受けました、例えば的中率が上がったから大会に行きましたって言ったら、日本弓道連盟にも貢献するわけじゃないですか。で例えばその人が例えばそこで努力をしてですね、的中率が上がってプライベートが充実して、例えば仕事がうまくいったら仕事にも貢献するわけじゃないですか。だけど今さっき言った目標の持ち方ね、例えばここでもそうですけども、ダウンが欲しいとか、なんか的中率がうんたとかなんか言うけど、これ結局取ったって自分の得にしかなんないんですよ。でこういう目標の持ち方やってたら、まあすごく頑張る人は頑張れるかと思うんですけども、やっぱこういう持ち方で頑張ってたってやっぱりなかなか正しい方向に行ってるかどうかっていうのはわからないんですよ。で例えば僕の場合だったんで、僕の場合は別にもう周りの人がたくさん当たってたら、もう自分なんか当たんなくていいやみたいな感じで思う時があって、なんか人のことこうバーってこう教えたりとかするんですよ。でそういう風に教えてると、やっぱ周りの人がどんどんレベルアップしていくんですよ。で中には僕の知らないようなことを教えてくれたりとかするんですよ。いやこの間ね、静岡県のちょっと図書館に行って社学証集原文持ってきました。全然違 こう漢文の状態のものとか見せてくれるんですよ。でね、もうね、中国の本とか日本の古文見てもそうですけども、なんだ古文を翻訳した本ってあるじゃないですか。例えば日本の弓道の本に書きってた士官の書を翻訳したやつとかでしょ。あれね、もうほんと原文見た方がいい。もう原文のニュアンスと、もうその本来の文章のニュアンス、やっぱり翻訳しちゃうと日本語に変わっちゃうと抑揚がなくなっちゃうんですよね。だからなんか全然本当に伝えたいなと思ってるようなことって二重否定とか古文の表現であるんですけど、二重否定のところが何々が大切であるとか何々はすべきだぐらいな感じで翻訳されてるんですよ。これじゃあなんかこの筆者はすごく伝えたいことがここにあるのに、翻訳されてるのにそれ消えちゃったら意味ないじゃんっていう風になるんですよ。で士官の書とかはまさにそうなんですよ。だから皆さん昔の文章の文章の翻訳本ってあると思うんですよ。例えば士官の書とか、今だったらなんか竹林の本をなんかこう日本語になんかまとめた本とかあるんですけど、あれを読んでなんかその竹林の本とか士官の書を私は理解しましたっていうふうに思ってたらそれ危険なんで、ぜひ原文読まれた方がいいです。原文を読んだ方がいいです。古文漢文の旧漢字とかですね、全部ひらめてですね、それで読まれた方が絶対に二重表現とか何々することなかれとか書いてあるのも全部日本語になっちゃうと、そのニュアンスが全部消えちゃうんですよ。そのニュアンスが消えちゃうと、伝えたい内容が本当に筆者の伝えたい内容がそこなのに、本当の筆者の伝えたい内容が翻訳して色が薄くなっちゃって、伝えたい内容がなんかさらーってなっちゃうんですよ。だからなんか綺麗事がたくさん並べてあって、なんか当たり前のように聞こえちゃうんですよね。面白くないんですよ。昔の僕のメルマガみたいな感じになっちゃうんですよ。でそれだとちょっとまずいよね。こんにちは DD ですってなんか言ってた時の同じような感じになっちゃうんですよ。申し訳ないんですけども、原文読まないと分かんないです。だから弓の引き方って一つじゃなくてですね、いろいろ複数持たなきゃダメなんですよ。正しい方向に少なくとも行ってるかどうかって考えるためには一個じゃダメです。いろいろ試した方がいいです。いろいろ試して研究された方がいいです。で例えば僕の場合だったら、なんか例えば昔の本とかを読んで、昔の本にこう書いてあったから、その昔の本っていうのは原文ですよ。原文を読んでですね、こういうふうに書いてあるからこういうふうにやった方がいいよって言ったら、まあちゃんと伝わるわけですよ。だけど例えばこれがですね、
うまくなるためにはどうしたらいいかっていうと、例えばめっちゃ本で調べて、なんかそこで取り入れてやろうとしても、やっぱ多分どっかでね、実力が頭打ちになると思うんですよね。そうじゃなくて、例えば弓の引き方で関して言えば、その本っていうのをいろんな種類をまず読むんですよ。まあ、例えば小笠原流の本とか、碧流の本とか、竹林の本とか読むんですよ。でも残念ながら、戦後に出た小笠原の本とか、戦後に出た碧流の本とか、戦後に出た尾州竹林の本とかは読んでも無駄だと思います。全部結局さっきお話しした原文の書き換え、原文を翻訳した時に抑揚とか伝えたい内容とかニュアンスとかが全部抜けちゃってるんで、結局どうなるかっていうと、同じようにみんな見えちゃうんですよ。同じように。だから日本弓道連盟の出してる弓道教本ってあると思うんですよ。まあ、あの弓道教本って調べたら結構すごいいいこと書いてあるんですよ。調べたらすごいいいこと書いてあるんですけども、原文の引用元が何もないんで、何の本読んだら、あの弓道教本の内容のことがよくわかるのかっていうか、誰もわからないっていう感じなんですけども、できたらいろんな種類の本を読んだ方がいいと思います。で、いろんな種類っていうのを具体的に、これは絶対外しちゃダメですね。原文を読まれた方がいい。原文を読んだ方がいいです。ね、なんだっけ、古文の文章の内容で言ったら、古文でわからないところとかが出てきて、どんどん調べるとですね、今の価値観と変わったりするんですよね。本当に今の価値観ってもうなんかいろいろ形とか正解とか決めちゃうじゃないですかね。形とか正解とか決めちゃうんで、何が起こるかって言ったら、こういうことを例えば YouTube で僕の場合だったらコメントが来るわけですよ。例えばなんか湯がけっていう漢字を、なんだっけ、本来の字はなんかこうなんですよ。で、僕はこれをこういう風に書いてですね、で、これ旧漢字だったら湯がけの湯がけってこういう風な字書き方するんですけども、その YouTube でコメントした人がなんかこれが漢字間違えてると、で、こいつ信用ならねえとかってなんかコメントが来たんですよ。まあこれもそうなんですけども、漢字ってすごく大事ですよ。GHQ のマッカーサーによって、漢字っていうのが、この旧漢字のいろんな意味っていうのが全部削ぎ落とされてですね、単一的な意味でしか読み取れないような漢字の形に書き換えられたせいで、今の湯がけって漢字って、こういう風になってるんですよ。で、これはもう意味が全然読み取れないです、これで読んじゃうと。で、ちなみに湯がけっていうのは、例えばこれも湯がけだし、もっと昔で言ったらこれ弓かけだし、で、もっと言ったらこれもあるし、ここに葉っぱがついてる象形文字もあるし、これも湯がけだし、湯がけっていう漢字だけでいっぱいあるんですよ。これ古文読んでる人ならわかります。古文読んでる人だったら1個でもうこれって、え、これかけかなとかって、1個で答え決めちゃったら絶対読めないです。前後の文脈によったり、その当時の印刷技術によったり、この漢字の形形態っていうのが違うからです。これありますよ、これ。そうです、だから形も違う。で、もっと言ったら読み方も違います。例えば、まあ簡単な例でですね、僕よくこういうことを言うんですけども、で、こういう例を言うんですけども、例えば、はい、これ弓道の世界でこれなんて言いますか。大体の人はですね、この弓道のこの字をですね、多分貝って言うと思うんですよ。で、これ違うんですね。貝じゃないです。尾州竹林ではこれ掛けって言うんですよ。なんで掛けの時に貝って言うかっていうと、夕方前の時に つけたこの取り掛けの状態っていうのは貝の状態から全く変わらないからです。だからこれで掛けなんですよ。で、読み方も違います。まあ、大体ね、GHQ で出した方法は、一個合理的ではあったと思いますよ。なんかこの一個に形を決めて、まあいろいろある感じがあるかもしれないけど、一個に決めて、なんか常用漢字を決めるのはいいですよっていうふうな仕組みが、まあ確かにご理解はできると思うんですけども、読み方も形も全部決めちゃったら、日本の古文が全部読めなくなるんですよ。これはね、大問題ですよ、本当に。だけどこういうのを平気で、こういうのを例えば古文読んでたら、例えば書けっていう字だってたくさんあるっていうのもわかんのに、これを高橋をこれ漢字間違えてるって言うんですよ。まあ
まあいいんですけどね、別に。あのそういう人はもう僕みたいに勉強してる人とは絶対につながりられないんで、あのいいんですけども、まあそういうことなんですよ。あの読み方も違います。例えば直なる、直なる身って言われたら、まあ普通の人ってこれ直なる身って言われたらこれ垂直って訳すんですよ。でなんとなくそう思うじゃん。これも結局間違いなんですよ。これ直なる身の直っていうのは素直のなおなんですよ、本来は。そうやって訳すんですね。でもこれって古文読んでて、例えば仏教の用語とか調べてる人からしてみたら、ああここ素直に訳すっていうのはなんとかわかるなっていうふうにスッと言ってるんですけど、このような東洋的な思考ですね、鈴木大拙さんとかこういう得意なんですけども、石川県のまあ税の研究者なんですけども、こういう思考っていうのが今日本人でできる人がどんどん減ってるんですよ。これは問題ですよね。あの非常に問題だと思います。だから弓の引き方っていうのもいろいろ変えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。だからこの3つっていうのは挙げさせていただきます。まず目標の持ち方を変えましょう。目標の変え方っていうのも知りましょう。その具体的な方は指導者を変える方 であるいは弓の引き方を変えた方がいいです。こういうのをいろいろ変えるとですね、あの正しい方向に向かってるかよくわかんねえとかっていう悩み事もあの全部消えると思いますので、ぜひやってみてください。はい。で後半ですね、ちょっと具体的にですね、まあ、目標の持ち方と変え方、まあ、いろいろ言ったと思うんですけど、もうちょっとここに関しての具体的な話をしていきたいと思います。で、興味がある方はですね、あの会員にいいサイトとかやってますので、そこになるとですね、まあ、僕のこういう動画であったりとか、まあ、昔のこの弓道の文献の話であったりとか、まあ、セミナーの動画の話であったりっていうのが、まあ、計1000本以上かな、1000本以上の動画があるんですよ。で、まあ、それを読めばですね、基本的に弓を一人で勉強できるようになって、まあ、そういう段とか的中とかいらないし、なんかよくわかんない理不尽の指導者がたくさんいると思いますが、そんな人にかからなくたって、どんどん給料が上手くなる方法がたくさんありますので、今の時代はもうインターネットを使ってですね、世界中の人たちがどこにいても、どういう状況、どういう環境であっても弓を上手くなることってできるんですよ。そういうような、ことができるようになってますので、ぜひ興味があれば、ご連絡ください。はい、以上になります。じゃあこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。